のんきに大会やってる場合か、と世の中にはお怒りになる方が見えて当然です。そこは否定いたしませんが、スポーツに情熱を注いできた子たちから争い事の解消が始まることもあると思います。ただドーピングの疑念だけは解消した状態でいつか同じ大会で戦ってほしいです。フィギュアスケートのロシア選手権が24日ロシアクラスノヤルスクで女子フリーが行われました。ショートプログラム首位のソフィア・アカチエワがフリー164.15点、合計249.74点で優勝。冒頭のトリプルアクセルは転倒したが、4回転トーループを2本振り、スピン、ステップシークエンスでも最高難度レベル4をマークした。ロシアの昨季ジュニア女王がシニアでも頂点に立った。正直びっくり。私はミスしました。しかし 3A に取り組むもう一つの理由になります。初めての全路なので、こんなに感動したことはありません。試合中はとても不安でしたが、無理をしないように気をつけて対応しました。今大会は国内参考記録だが、合計点は世界歴代4位に相当する得点。数々の4回転ジャンパーを育ててきたエテリフトベリゼコーチに教えを受ける15歳が並み居る強豪を抑え切った。2位は北京五輪代表のカミラ・ワリエワ。4位だったショートプログラムとの合計 247.32点で2位。ショート4位からフリーは冒頭に4回転トーループから2回転半の連続技に成功し、続く単発の4回転トーループも決めるなど170.71点、合計247.32点まで巻き返した。ショートの方が緊張しました。フリーでは楽しんで観客に向けにスケートをしました。2回の 4T ができた。ここにいるだけでも私は幸せです。ソーニャとリーザにお祝いを言いたいです。私たちは素晴らしい仲間です。興味深いシーズン、私たちは競争することができます。それよりも特筆すべきは、ショート2位の元世界女王のエリザベータ・トゥクタミシェは、3回転半を2本成功させ、フリー158.74点、合計241.72点で3位でした。フィギュアではよく、高い点を飛ぶ若手に対して、大人の成熟した演技といって、トゥクタミシェワを例えに出す方が見えますが、そうではなく TES に勝ってる若手に対して TES で真っ向勝負しているところが恐ろしいくらいにすごいことだと思います。ショート2位の時点で SNS でも、2015年に世界選手権も制しているトゥクタミシェワの躍動について、1位アカチエワ、2位トゥクタミシェワってなんかすごいな、永久無敵帝国トゥクタミシェワ、ワリエワとリーザの PCS がほぼ同じ、リーザ様とアカチエワがナショナルの優勝争いしてる世界すご、16歳15歳の中でひときわ輝くリーザ様、この身体能力は異常、毎年が最強の女などの声が上がり、日本のフィギュアファンの間でも大きな驚きが走っていました。優勝したアカチエワも、私はリーザ・テクタミシェワをとても尊敬しています。私は2007年生まれで、リーザはすでにロシア選手権に出場しています。この考えは私に衝撃を与えます。できるだけ長く滑りたい、最後のできるだけ長く滑りたいというのはほとんどのスケーターが思っていることでしょうし、だからこそお世辞でも何でもなく皆がリーザを尊敬して、自分も同じように長く続けたいと思っているのでしょう。ロシア選手権女子結果です。優勝ソフィア・アカチエワ、SP85.59、FS164.15、合計 249.74。 2位カミラ・ワリエワ、 SP76.61、 FS170.71、 合計 247.32。 3位エリザベータ・テクタミシェワ、 SP82.98、 FS158.74、 合計 241.72。 出場予定だったトゥルソワは危険となっております。そして今回もエテリの生徒が全路を優勝で、エテリ組からは8年連続となっております。エテリグループ以外の選手がロシア選手権で優勝したのは2015年のラジオノアが最後です。その後メドベージェは2016、2017、ザギトは2018、シェルバコは2019、2020、2021、ワリエは2022、アカティエは2023となっております。
き放たれた時も君がそば